明日使える無駄知識をあなたに。ハイドビアのコーナー。ハイドビア大好評名前シリーズ今回は日本で一番長い学校名を紹介するぜじゃじゃん日本で一番長い小学校名高知県宿毛市愛媛県高知県愛媛県高知県宿毛市愛媛県南宇和郡愛南町笹山小中学校小中学校笹山小中学校組合立笹山小学校これが一番長い日本でちょっとよく俺わかんないんだけど何高知県って言っといて愛媛県って出てくるのなんじゃこれあと小学校なのに名前の途中で中学校って入ってなかったどういうことなんかよくわかんないこれは愛媛県にある豊かな自然と温かな地域の方々に包まれた素晴らしい小学校らしいよ書いてあんだもん次日本で一番長い中学校名じゃじゃーん同じく高知県宿毛市愛媛県これがよくわかんない南宇和郡愛南町笹山小中学校組合立笹山中学校とこれが日本で一番長い中学校の名前なんだって書くの大変だよね履歴書とかにで日本一長い高校名だよな今度はじゃじゃーん金沢大学ん高校っつってのいきなり大学どういうこと金沢大学人間社会学域学校教育学部附属高等学校これ石川県の金沢市にある国立高等学校らしい高校なのにいきなり金沢大学とか言ってんだけど金沢大学人間もう人間とか言ってるからね人間とか言い出すとみんな人間だからこの学校の生徒だけが人間じゃないからみんな人間だから金沢大学人間社会学域みんな社会だから社会にみんな生きてるから人間社会学域学校教育学類附属高等学校と長いね漢字も相当画数多いよこれでまだ調べました日本で一番長い大学名だよ次はじゃじゃん国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学この学校名1個の大学名に大学って3つ出てくるんだけどこれ何3つも大学って言わなきゃいけないの国立大学法人でしょ北陸先端科学技術大学院大学大学院大学で大学の中に大学院大学だよもう大学って3回言ってんだけどこんなに言わなきゃいけないここで俺はさらに調べましたよ日本一長い会社名これちょっと本当だからねこれ嘘じゃないから今から読むよあなたの幸せが私の幸せ世のため人のため人類幸福つながり創造すなわち我らの使命なり今まさに変革の時ここに熱き魂と愛と情鉄の勇気と勇気と利他の精神を持つ者が結集せり響かん日々感謝喜び笑顔つながりを確かな一歩とし地球の永続を約束する公益の志あふれる我らの足跡に歴史の花が咲くいざ行かんロマン輝く航海へ会社いや本当だって本当にあるんだってこの日本一長い会社名は世界一長い会社名でもあるんだってこれよく通ったねその会社名を申請するときにこれは携帯ショップの運営携帯電話の販売を行う企業であるまとめるよ今言った日本一長い小学校中学校高校大学そしてこの会社に就職した人は履歴書はこうだよ高知県宿毛
幌市、愛媛県南和風愛南町笹山小中学校組合立笹山小学校を卒業し、高知県宿毛市、愛媛県南和風愛南町笹山小中学校組合立笹山中学校を卒業し、金沢大学人間社会学域学校教育学部学校教育学部学校教育学類附属高等学校を卒業し、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学院大学を卒業した後、あなたの幸せが私の幸せ、世のため人のため人類幸福つながり、創造すなわち我らの使命なり、今まさに変革の時、ここに熱き魂と愛と情熱の勇気と利他の精神を持つ者が結集せり、日々感謝、喜び、笑顔、つながりを確かな一歩とし、地球の永続を約束する公益の志あふれる我らの足跡に歴史の花が咲く。いざ行かん、ロマン輝く航海へ。会社に就職しましたと。以上、日本一長い名前の小学校、中学校、高校、大学、そして会社名でした。おし、この動画は喧嘩上等ハイドチャンネルがお送りしやした。